内閣府特命担当大臣は日本の廃止された国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである原子力行政担当大臣と通称される内閣府原子力委員会内閣府原子力安全委員会が設置される中央合同庁舎第4号館日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである主として原子力行政を所管する 国務大臣である。原子力行政を司る組織としては、内閣府の特別の機関である原子力立地会議、内閣府の審議会等である原子力委員会や原子力安全委員会などを担当する。内閣府特命担当大臣は、また原子力委員会や原子力安全委員会が総理府の審議会等であった頃は、原子力委員会の委員長は、 科学技術庁長官が務めており、原子力委員会や原子力安全委員会の事務局業務は、科学技術庁が担当していたことから、かつての科学技術庁長官の業務の内原子力行政全般に特化した大臣といえる。内閣府になってからは、内閣府特命担当大臣が担当していた。内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び、 北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3大臣は内閣府設置法により筆致とされている。それに対して他の内閣府特命担当大臣は筆致とはされておらず担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。2012年12月、 第二次、安倍内閣の発足と共に廃止され、原子力行政の所管は再び内閣府、特命担当大臣に帰属した。ありがとうございます。